ます。ハズゴイン、こんにちは、ひろちゃんです。はい、サムネをね、見てくださった方だったら大体わかると思うんですけども、今日でですね、YouTube 毎日投稿100日達成いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごいね、100日いったね。いや、私ね、自分ではね、無理だと思ってたんですよ。いやー、三日坊主な私が100日投稿とか無理でしょうと思ったんですけど、なんとか達成しました。で、毎日投稿100日やるって決めて、それでやったわけでもないし、特にね、これといって、なんか何気なしに始めた毎日投稿なんですけど、今日で100日達成できました。で、なんで三日坊主な私がこんな毎日投稿ができたかっていうとですね、やっぱり、視聴者さんが見てくださったっていうことが一番大きな要因だと思います。やっぱり見てくれるっていう風になると、よし、じゃあ明日も頑張ろう、明日も頑張ろうって思えるんで、それでね、はい、100日なんとか投稿することが、毎日投稿することができました。ありがとうございます。最初はね、何気なしにそのいつもより更新頻度を上げようって思って、そしたらなんか毎日投稿してたんですよ。10月の24日からスタートしたんですけど、あれ、なんか毎日今私動画投稿してるなぁなんて思って、じゃあこれだったらもうちょっと毎日投稿1ヶ月ぐらい続けてみようかなぁなんて思って、20日過ぎたぐらいあたりからですかね、20日過ぎたあたりから、50日いかないあたりまでですかね、までは毎日投稿しなきゃいけないっていう、なんかその観念に襲われてたんですよ。で、50日ぐらいを過ぎたあたりからもう毎日投稿するのが楽しくなっちゃって、後半はね、かなり楽しまさせてもらってます。とはいえね、やっぱり毎日私今8時5分ぐらいを目安に動画を投稿してるんですね。8時に動画投稿すると、やっぱり大手 YouTuber さんたちが8時ぴったりにね、動画を公開する方多いので、そっちも見たいっていう方もいらっしゃると思うのでね、はい、私はその通知がね、その重ならない8時5分にいつも動画を投稿してるんですね。でもその8時5分に間に合わせるためにですね、ちょっと反則技を使ってですね、昨日の動画もそうなんですけど、画質をちょっと下げて動画を上げたりとかね。そうなんですよ、高画質で本来だったら上げた方がいいんですけども、昨日は 720p の動画なんですよ。ちょっと画質が普通よりもあんまり良くない画質で上げたりしてるんですね。はい、動画をレンダリングって言って動画を見れる状態にするためにですね、時間がかかるんですよ、高画質だと。なので、はい、まあたまにね、やべ間に合わねえとか思うと、うん、やべ9時になっちゃうとか思うと、ね、720p に落として8時半ぐらいに公開するっていうことが、まあ何回かありました。はい、何回か反則技を使ってます。はい、あと今日やべえネタがねえなとかいう時とか、なんかね、これで動画にするんですかみたいなね、そういうような時もあったと思うんですけど、なんだかんだでね、楽しみながら毎日投稿ができたのはやっぱり皆さんのおかげかなみたいな、毎日毎日今日こういうことがあったよ、こういうことがあったんだよっていうことを、なんか日記みたいな感じでですね、最近は私動画を出させていただいてるんですけどもね。毎日楽しまさせていただいております。で、取って出しなんでね、今日撮った動画を今日アップするっていうようなね、感じでずっとやってたんで、まあ忙しいといえば忙しかったですね。はい、とりあえず100日達成したから、じゃあ明日から毎日投稿しないんですかっていうふうに言ったら、あんまりそういうこと考えてなくて、何気なしに始めたことだから、終わるのも多分なんか何気なしに終わるんだと思うんですけど、別に普通に明日も動画撮って動画公開しようかなって思ってるので、100日達成したから、じゃあもう明日から毎日投稿しねえよとかじゃなくて、なんか日常じゃないですけど、この毎日ね、まあ、この私の動画をですね、見てくれるのが習慣になってますっていう方がいらっしゃるんだとしたら、やっぱりそういう習慣もなんかね、そういうのを習慣にしてくれてる方がもし仮にいたとしたらだよ、まあ、それはそれで私嬉しいんで、だったら毎日続けたいなって思うし、もうちょっと凝った動画も撮りたいななんて思ってるんですよ。編集がとにかく取って出しじゃないですか。今撮ったものを
1時間2時間かけて編集して、でしかも編集つっても私カット編集しかしてないんですよ。テロップ入ってないじゃないですか私の動画最近の。もうほとんどと言っていいほどテロップが全く入ってない動画だと思うんですよ。なのでそのテロップとかもちゃんと入れられたらいいなぁなんて思って、そうするとまあね動画の編集に 5,6 時間かかっちゃうんですよ。そうするとね今日撮ったものを今日アップするっていうのちょっと難しいんで、それだとちょっと毎日投稿できなくなっちゃうんで、はいね、なんか考えながらねなんか義務だったりとかこうしなきゃいけないみたいな感じで必要観念に駆られちゃったりするとねちょっと面白くなくなっちゃうと思うん で、私が面白くないって思ってたらきっと視聴者さんはもっと面白くないと思うんですよ。見てる方からしてみたらね、なんで面白くないのを私たち俺たちはね見させられてるんだろうっていう感じになっちゃうと思うので、自分が楽しんでるところはやっぱり私は皆さんに見ていただきたいなと思うので、まあ、そこだけはね履き違えないようにこれからもね動画投稿していけたらいいななんて思っています。今日はねただのね報告動画になっちゃっているんですけども、皆さんのおかげでですね毎日投稿100日達成することができました。これからもね私が楽しんでいるところですね動画という形でですね皆さんに、見ていただけたらありがたいなと思っています。これからもよろしくお願いします。はい、というわけですねはい、ただ喋るだけです今日は。はい、100日目はもう皆さんにありがとうっていうふうに言いたいなと思ってたんで、今日はねこれでおしまいなんですけどもはい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それからね、概要欄の方に100日分はい、再生リストを作っておきましたので、よかったらねそちらも見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。